はようございます。先日呼吸法アドバイザーの椎名由紀先生にお越しいただいて講習を受けていました。毎回テーマを決めてくださるのですが、今回は姿勢でした。姿勢ほど大事なものはありません。姿勢を広辞苑で調べてみると2つの意味があります。一番は体の構えです。正しい姿勢、不動の姿勢、姿勢を崩すという要領があります。それから2番にことにあたる態度という意味があります。政治姿勢、前向きの姿勢で検討するという要領があります。この1の体の構えと2のことにあたる態度は通じています。体の構えができていないとことにあたる態度もできません。お互いの人生はいろんなことにあたる連続であります。どんなことにあたるにもやはり体の構えは重要であります。私も椅子座禅の研究などを通じて呼吸を整えるには姿勢が大事だとつくづく感じています。逆に姿勢さえ整えば呼吸は自然と整ってくるものです。それだけに姿勢は簡単なようで難しいものです。今回初めにしゃがむ姿勢を取りました。しゃがむというのができない人もいるのです。かつては和式のトイレが当たり前でしたので誰でもできたものです。このしゃがむという姿勢がまた良いのです。どう良いのかは椎名先生と私の共著である全呼吸健康は白隠さんからに書かれていますので引用します。和式便所の効用として書かれています。これは上半身の力が最も緩みやすいもので和式便所のスタイルです。椎名先生はこの姿勢をとると足腰がしっかりと使われ上半身が脱力します。しゃがむことによって大髄が大腸を押し上半身は緩んでいるので自然と腹式呼吸ができて横隔膜が下がることでも大腸を動かします。つまりこの姿勢をとるだけで腸の蠕動運動が自動的に行われるためどうしたって便秘は解消します。さらにこの姿勢は下半身をしっかりと使う姿勢なので寝たきり防止のための足腰強化トレーニングとしても有効です。できない人は要注意と書いてくれています。しゃがんでかかとがつかないのはふくらはぎと足の裏が原因だと教えてくださいました。立つ姿勢は難しいものです。良い姿勢になるとどうなるか椎名先生は全呼吸に頭頂、耳の付け根、肩峰、肩の付け根、大天使、大腿骨付け根の曲がった突起部位でもも横から触れられる骨が一直線に並び大地と垂直になっています。これが重力に逆らわない自然な姿勢です。上半身は脱力して緩み下半身はどっしりとします。土台となっている下半身に上半身はふわりと乗っているだけ。また頭部も脊椎のトップに紙風船のように優しく乗っているだけ。どこにも負担をかけず重力に従うだけの柱のような姿勢で凝りや痛みもありませんと説かれています。こういう姿勢を作りたいものです。今回くるぶし、大天使、肋骨の下、肩の付け根にシールを貼って横からお互いに見てもらうようにしました。なかなか一直線に行かないものです。どこかに歪みがあるものです。肋骨が後ろに傾くことが多いようです。そうすると体のあちこちに負担がかかってしまいます。頭が前へ出ているため首や肩が凝ってしまいます。肋骨が後ろに傾いていることにより内臓を潰してしまっています。そして後傾している肋骨を何とか支えようと大髄の前の筋肉にも負担がかかり前髄がパンパンに張ってしまっています。腰も辛そうになります。椎名先生は姿勢が悪いということは身体の一部分に負荷がかかるわけではありません。どこかではなく全体の大元のバランスを崩してしまうのですと説かれています。
また呼吸の観点から木身が傾いていることによって気管が閉塞し肺も圧迫され、これでは深い呼吸はできません。常に体にストレスがかかり、わざわざ自分の身体を痛めつけているようなものなのです、ということになってしまいます。ではどうしたら良い姿勢になるのか、今回も丁寧に指導してもらいました。前呼吸にあるまっすぐ立つ方法を椎名先生の文章から引用させてもらいます。まず両足を腰幅、肩幅ではありませんに開いて、両足の人差し指が平行になるように立ちます。足の向きが外側に開きがちな人が多いですが、人差し指は体の向きに対して垂直にしますとあります。これをすると何か内股になったような気がするのですが、この足が土台となるのです。そして次に膝をしっかりと曲げ、足裏全体をペタリと大地につけます。この時膝が内側に入らないよう膝頭の向きにも注意しましょう。そこから頭頂を天に向かって引き上げ、膝がピンと張る手前でストップ。常に膝は軽く緩んで足裏全体に体重が乗っている状態をキープしますというようにします。それから仙骨を立てるのです。椎名先生の手順では、まず仙骨に手を当てます。やはり中指の指先が仙骨の下部に当たるように手のひらをペタリと仙骨に沿わせます。それからその状態でお尻だけをプリッとヒップアップでっちりにさせます。わざと骨盤を前傾させるのですが、この時上半身や膝は一緒に動かないで骨盤だけ動くように気をつけましょう、というようにして仙骨を整えていきます。その状態にしておいて、さらに鼻から静かに息を吐きながら中指の指先、仙骨下部をテコのようにゆっくりと前に押し入れ仙骨を立てます。自然と下腹部が締まったのを確認したら、仙骨に当てていた手をほどきますということなのです。たったこれだけなのですが、新しく入った修行僧には難しいものもいました。なかなか骨盤が固まって動かないことも多いようです。それから次に肋骨をまっすぐに立てます。溝落ちに軽く指先をあえて胸を張ります。肋骨が後傾しているこの状態を分かりやすいように正面や斜め前からも見てみましょう。自分は胃が出ていると思っている方が多いですが、胃は勝手に出てきたりしません。それは肋骨下部を自分で前に突き出し胸を張りすぎている、それだけのことなのです。そこから息を静かに鼻から吐きながらゆっくりと溝落ちを押し下げていきます。上腹部がソフトに締まり、また肩周りや腕の付け根が楽になるのも感じられるでしょう。すぐにはわからないという人も、何度もやっていくうちに次第に分かってきますということなのです。私もいくら気をつけていても肋骨が後ろに傾くようで、毎回直してもらっています。その後竹を使って肩や背中、お尻、股関節などをしっかりほぐして仰向けになってストレッチを教わりました。そうして体をほぐしてもう一度立つと、自然とまっすぐ立てるように感じました。まっすぐ立つことは難しいと毎回学ぶのであります。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をにゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をにゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、
胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで口を開いて一息強く、はぁ、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。